反応速度式、化学反応の反応速度式、反応速度式、英語、レートイクエーションあるいは、速度式、レートローとは、反応速度と反応物の濃度、または圧力及び定数パラメーター、主に反応速度定数と、応時数の関係式である。多くの反応では、反応速度 R は次のような指数関数で、与えられる。ただし、A と B は、化学種、A び、 b の濃度を表し、通常、モル濃度で表記される。x と y は、反応次数を構成する値で、実験によってのみ求められる。x と y は、化学反応式における係数と一致しない場合も、多い。また定数 k は、その反応の反応速度係数、または、反応速度定数と呼ばれる。k の値は、温度、イオン強度。 吸着体における表面積や光になどに依存する。反応段階の一つとなる素反応では、反応速度はより、モル濃度に比例することがわかる。例えば、2分子による素反応 ABP の場合、それぞれの反応物では1次反応、反応全体では2次反応となり、反応速度式はフォーミュラ2となる。多段階反応では、それぞれの素反応の反応速度は、 その反応の反応物のモル濃度の積に比例するが、全体ではそうなるとは限らない。多段階反応であると考えられている、反応の反応速度式は、化学反応の機構候及び、考えられる式と実験結果を比較して、準定上状態を用いて、理論的に導かれることが多い。反応式が分数字になることもあり、反応中間体の濃度にも依存する場合がある。 反応速度式は微分方程式の形で表されており、両辺を積分して反応物や生成物の濃度を時間の関数で表す積分系反応速度式を得ることもできる。定時反応とは反応速度が反応物の濃度に依存しない反応である。反応物の濃度が増加することで反応が加速することはなく、反応した物質は単純に経過時間に比例する。 零時反応は物質が反応の進行のみに必要な場合で反応が起こる触媒や表面が反応物によって満たされた場合に見られる。零時反応の速度式は次のように表される。ここで R は反応速度、K は濃度を時間で割った単位を持つ速度定数である。もしこの反応が以下の3つの条件を満たす場合、 K が時間の次元を持つことを以下のように K の物質収支方程式解いて示すことができる。その条件とはの3つである。この微分方程式を積分すると以下のような積分0時反応速度の法則が得られる。ただし、フォーミュラ6はある時間 T での反応物 A の濃度、フォーミュラ7は初期濃度を表す。0時反応は時間に対し濃度フォーミュラ6を プロットすると直線が得られる。その直線の傾きは、フォーミューラ級である。また、反応の半減期は反応物の濃度が、初期濃度の半分になるまでにかかる時間である。0時反応では、半減期は次の式で与えられる。0時反応の例には次のようなものがある。1次反応は、の濃度だけに依存する反応速度を持つ反応である。他に反応物があった場合でも、 それらは0時反応にしか関わらない。1時反応の反応速度は反応物 A の濃度を用いて次のように表される。キロは速度係数で毎秒 1S の単位を持つ。よって、積分計1時反応速度の法則は次のように表せる。ただし、LN は自然対数を表す。フォーミュラ13を時間トンに対してプロットすると、 傾きフォーミュラ14の直線が得られる。一次反応の半減期は、初期濃度に関係なく次の式で与えられる。フォーミュラ15。一次反応には次のようなものがある。一次反応速度式を積分すると次のようになる。これは、通常次のように、指数減少関数として表記される。この式の異なる表記方法として、以下のようなものがある。これらは同値である。 ここで、フォーミュラ22は、ある一定の時間であり、フォーミュラ23は時間の区間の数を表す、整数である。区間の最初の反応物の濃度フォーミュラ24に、対して、各時間の区間の終わりの濃度の比は、そして、フォーミュラ23回の区間が過ぎた後、初期濃度に対する、その時の反応物の濃度の割合はとなる。ここで、フォーミュラ28は、 それぞれの区切りの中で反応する反応物の割合である。この方程式は反応物の全物質量に対して各区間ごとに反応する物質の割合は初期濃度とは関係がないことを示している。半減期フォーミュラ29に等しい時刻では反応した物質量は初期濃度のちょうど1、2である。各区間ごとの平均反応速度 n は自式で与えられる。 故に、区間の終わりに残っている反応物の濃度は次の区間での平均反応速度や、区間の始まりでの反応物の濃度に関わってくる。関係式は以下の通り。よって、それぞれの区間で反応する物質の割合は次のように表すことができる。その区間で反応する反応物の割合はその区間での平均反応速度に関わってくる。関係式は以下の通り。 各区間の終わりに残っている反応物の割合はその区間の初めに残っていた反応物の割合と関係がある。関係式は以下の通り。この全化式は各区間ごとの平均反応速度が分かれば任意の時刻での反応物の濃度を求めることができるということを示している。二次反応は反応速度が一つの反応物の濃度の事情に比例するか。 二つの反応物の濃度の積に比例する反応である。反応速度は以下の式で与えられる。またはまたは最後の式は反応物 A に関する反応速度の定義式から導かれる。背に A-B、せという反応について考えてみよう。反応速度の定義から二次反応に反応物が一つしか関わっていないということは A、B の濃度を時間の関数としたとき、 ある時刻での B の微分係数は A の微分係数のマイナス1、2倍となる。これは B が1分子生成するたびに A が2分子消滅するからである。したがって A が消滅する速さは B が生成する速さの2倍である。反応速度と濃度の関係を表す反応速度式の定義を考えると,音声と、R、セマシましと R イコール A にせと言える。 もし二つの式が同値であるとすると、となる。したがって、A の時間微分における微分係数は、A の消滅速度を得るためには、半分にしなければならない。積分系二次反応速度式は、以下のように表される。または、A と B は必ず異なる値である。二次反応の半減期を表す式は、濃度の事情が反応速度に影響する反応物の濃度に依存し、 次のように表される。フォーミュラ40このような反応では、反応物の濃度が初期濃度の半分になると、その次の半減期は2倍になる。常識のその他の表現方法として、両辺の自然体数を取ることがある。反応物が A と B の2つある場合、2つの反応物の濃度を同時に調べるのは難しい。1つの反応物の濃度を調べて、 そこからもう一つの濃度を計算すると、誤差が大きくなる。この問題を解決するために、オストウィルドの分離法がよく用いられる。ある反応物の濃度が大過剰であり、濃度変化が著しく小さい場合、その濃度は一定であるとみなせて、銀一時速度定数が得られる。この時、反応速度式はこの定数を用いて一時反応のように書ける。もし、 b が一定であるとみなせる場合、ここで、フォーミュラ43、または、は、s の次元を持つ。銀一次反応は、一方の反応物の濃度が、他方に比べて、大過剰であるときに見られる。b,a 従って、銀一次反応では、反応が進んでも、b の内少量しか反応に使われず、濃度が一定とみなせる。b を大過剰に保ちつつ、濃度を変えて、 b に対してプロットすると、傾きとしてが得られる。3次反応以上は、素反応ではほとんど起こらない。しかし、反応全体では、整数でないものも含め、何次反応でも起こることがある。m は、モル濃度、トンは時間、キロは、速度定数を表す。一次反応の半減期は、トンイコール0.693、キロ、ln イコール0.693と表される。 正反応と逆反応が対になっている反応を平行反応ということがある。例えば、A と B が反応して X と Y に変わる反応と、X と Y が変化して A と B に変わる反応が同時に起こる場合、反応式は次のように表される。S、T、U、V は係数仮に、それぞれの反応が素反応だったとすると、反応速度は以下の式で表される。ここで、K は、 A と B が反応する反応の速度定数、K は、X と Y が反応する反応の速度定数である。K、K と反応の平行定数、K は、以下のような関係式を満たす。ただし、平行状態では、反応速度 R イコール0である。以下のように、二つの科学種の間に平行が、成立しているとする。反応は、トミイコール0で、A の初期濃度がせ、A0。 せ、B の初期濃度が0の状態から始まる。この時、平行定数計は、以下のように書ける。ここで、フォーミュラ48とフォーミュラ49は、平行状態での A と B の濃度である。時刻 t における、A の濃度を、フォーミュラ50、B の濃度を、フォーミュラ51とすると、両者は次の平行反応の等式を満たす。ここで、せ、B0。 世は例であることに注意する。これは時刻が無限大となり平行に達した状態でも成立する。これは平行定数形の定義により、ゆえにこれらの等式により微分方程式を解かずとも A の濃度を求めることができる。反応速度式は以下のように与えられる。微分係数が負なのは 正反応が A から B に変わる反応なので A の濃度は減少しているからである。簡略化するため時刻 t での A の濃度フォーミュラ50を x と置く。また平行時の A の濃度をフォーミュラ57とする。この時、だからよって反応速度はつまりという結果になる。t コール0での濃度が上と異なる場合、常識のような簡略化は使えず。 微分方程式を解くことが必要になる。しかし、その微分方程式は解くことができ、その解は以下のように一般化したものとなる。平行定数が温度によらず一定に近く、反応速度がとても速い場合、例えば分子の立体廃材生体同士の平行の分析では、反応速度を求めるのには別の方法が必要になる。それは例えば、核気共鳴分工法などである。 反応性 A-B-C 線について、それぞれの反応の速度定数がフォーミュラ64とフォーミュラ65であるとき、それぞれの物質の時間あたりの変化量は以下のようになる。それぞれの濃度が反応物全体の物質量で測られる場合、これらのような線形微分方程式はマスター方程式として計算される。その微分方程式は 解析的に解くことができ、解は以下のようになる。この方程式は定常状態近似によって簡単に解けるようになっている。一つの物質から2種類の生成物が生まれる場合、平行反応、または競合反応が起こっている。反応性、A、A-B、セット性,性、A-C、性の速度定数がそれぞれフォーミュラ72とフォーミュラ73であるとする。 この時、それぞれの濃度の時間変化の式はと表される。従って、積分形の反応速度式はと表される。この場合、フォーミュラ80が重要な関係式となる。これは2分子による反応と、銀一次反応とみなせる、加水分解が同時に起こっている場合に適用できる。平行反応によって反応物が一部消費されるため、加水分解の反応速度を調べるのは難しい。 例えば、A と R が反応して C が生成するが、同時に、加水分解が進行して A が B に変わるといった、場合である。反応式で表せば、せ、a h ナ o b せとセ、A、R-C、せとなる。反応速度式は、以下の通りになる。ただし、フォーミュラ83は、キー一時速度定数である。主な生成物 C の濃度について積分すると、 以下の式が得られる。これは徒等化である。B と C の濃度の関係は次のようになっている。これは解析的に得られた解であるが、次の禁止が用いられている。そのため、前の式における C は C が A に比べ非常に小さい時のみ使うことができる。の最も一般的な考え方は、フォーミュラ87個の反応に関わることなる。 科学種の数フォーミュラ88を考えることである。一般にフォーミュラ89番目の反応について次のように記述できる。これは常識と同値な過式で表されることも多い。ここでこの反応の反応速度はから推測される。これは単位時間、単位体積あたりの物質の変化量で表される。ここで、セ・ベック・エックスイコール。 背は濃度のベクトルである。ここでこの式が定義される反応は素反応であることに注意する。それぞれについて次のように議論される。この時、それぞれの反応について反応の量的関係についての行列を定義することができる。これはフォーミュラ89番目の反応について存在する正味のフォーミュラ95の物質量を表す。この時、 反応速度式は以下のようなより一般的な形に書き直すことができる。ここで、これは反応の量的関係を表す行列と反応速度の関数の積であることに注意する。形内で起こっている反応が可逆反応のみであり、反応が平行状態にある場合、この方程式には簡単な解が存在する。フォーミュラ113この倍性反応と逆反応の 反応速度は等しいので、詳細釣り合いが成り立っている。ただし、詳細釣り合いは反応の量的行列フォーミュラ114のみについて成り立つ性質であり、反応速度関数フォーミュラ115には依存しない。詳細釣り合いが成り立たない場合については、代謝経路を理解するために開発されたによって、研究されている。一般的に、一分子が フォーミュラ88種類の化学種に変換される。反応について、時刻フォーミュラ117での化学種 1n の濃度を、フォーミュラ118スルーフォーミュラ119トークと、各時刻ごとの、各化学種の濃度がわかる。ここで、フォーミュラ120からフォーミュラ121に変わる、反応の速度定数を、フォーミュラ122と置き、フォーミュラ122などのそれぞれの反応の、 速度定数を成分とする列フォーミュラ124を作る。また、時間の関数として、濃度のベクトルフォーミュラ125を置く。そして、ベクトルフォーミュラ126を置く。さらに、フォーミュラ127を N 字の単位行列とする。また、フォーミュラ128を関数とする。ただしこの関数は、対角行列を作り。 その対角線上の成分があるベクトルの成分となっているものとする。そして、フォーミュラ129はフォーミュラ130からフォーミュラ117への逆ラプラス変換とする。この時フォーミュラ132はとなる。このようにして、初期状態と時刻フォーミュラ117での状態の関係が示される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。